どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、クソコメ書くなボケという話でございます。はい、というわけでですね、今日は久々の、クソコメに対するアンサー動画でございます。はい、まあね、結構前もう1年ぐらい経つんじゃないかな、最後にやってから。基本的にクソコメに対して俺はいろいろ文句言う動画をね、こう不定期で更新してまして、なんか久々に、なんか最近やっぱり基本もブロックだし、まあ、登録者も全然こう増えないから、あんまりクソコメつかなかったんだけど、久々にちょっとね、クソコメつきましたので、それのアンサー動画でございます。はい。今回クソコメついたのは、だいぶ昔に俺がアップした動画なんだけど、ラーメン、どっかのラーメン屋行ってラーメン食べる動画、俺の初期の頃の動画なんですけど、それに対してクソコメつきました。で、ごめん、キャプチャー、そうだね。この動画するときは昔キャプチャー撮ってポーンって皆さんに見せてたと思うんだけど、もうイラッと最近もうイライラしすぎて、もうそういうの即ブロックするから、もうないです。ごめんなさい。はい、そのコメントないですけど、覚えてるんで喋ると、食べ方が、てんてんてんっていうコメントでした。もうさ、なんでそんなこと書くん？いや、本当に。多分ね、そういうやつってもういろんなとこに書いてるわけじゃん。多分そういう。もうさ、お前のその何食べ方がてんてんてんってなんなん？本当にイラッときてさ。いや、俺がね、その動画を綺麗な食べ方はこうですっていうような動画のコンセプトで上げてんだったら、いや、あんまり綺麗じゃないですねとか、マナー間違ってますねっていうのはわかるよ。うん、それは正しいと思うけど、正しい指摘だと思うけど、別に俺はそのラーメン見せたいわけで、食べ方見せたいわけじゃねえのよ。ああラーメンうまそうかなとか、ああ俺が食ってんの見てうまそうだなと思ってくれりゃいいなと思ってアップしてて、あ食べ方がてんてんてんみたいな、もうマジでもうんとウジ虫だな、ウジ虫。うん、でこれさ、別に俺が言ってるわけじゃなくて、こういうこと書くやつってめっちゃいるらしいじゃん。あのそれこそもう全然俺とはレベルの違う有名人系のまあ、YouTuber とか有名人とかも結構そういう YouTube とかで動画上げた時に書かれて文句言ってたりするらし、あ、するらしいよね。あ、するらしい。おかしいな。文句言ったりしてるよね。なんかニュースとか流れてくると。めちゃくちゃ、今回初め、俺はあんまり、あ、でも前書かれたから、気持ちめちゃくちゃわかるもんね。なんなん？食べ方がって。俺食べ方教えますって動画上げてました。その動画全然違うからね。言っとくけど。うん。もうさ、もうお前の食べ方どんだけ綺麗なんじゃ。で、綺麗なお前の食べ方がじゃあ何なんて話なの。なんでお前の食べ方がじゃあ綺麗だとしてね、そいつが。クソみたいなコメント書いてきたやつが綺麗だとして、じゃあそれが正しいってなんで思うの？うん。それが正しい正しくない。誰が決めんの？お前が決めんの？決めないで。書かないで。で、百歩って心の中で思うのはそれはもう人間自由だからさ。人間そら心で何を思うがそれは自由だから。でもさ、それをわざわざ YouTube のコメント欄に、食べ方が、てんてんてんみたいな。あ、で、あと絵文字ついてさ、なんかこう、んーみたいな。もう、そのクソさ加減、もう気持ち悪い。気持ち悪い。いや、もう、そういう行為、もう気持ち悪くないですか？もうね、あのさ、昔ね、俺が覚えてる皆さん、ちょっと、まあ、このチャンネルの視聴者さん、ちょっと年齢層高いから分かってくれると思うんだけど、クワマンね、クワマン。クワマン、クワの信義かな？ごめん、名前間違ってるかもしれない。クワマンが、食べ方がおかしいっつって、で、クワマンって箸の持ち方がさ、こうやって箸持ってたのよ。こういう感じで、わかる？もうグリップして、グリップして持ってて、確かに気になるけど、でもそれはしょうがないじゃん。なんかね、確かにトランペッターの父ちゃんの影響だかなんかだった気がするんだけど。でもやっぱそれは、視聴者からなんか言われて、直すようになったらしいんだよね、クワマンって。もうだからさ、そういうことって昔からあるんだろうね、テレビの時代から。でもさ、お前がさ、なんでそんなこと言うのって話なのよ、俺からすりゃ。そのマナー、まあ別に今回はその食べ方がって俺は言われてるけど、まあ少なくともマナー全般とかもそういうの多いじゃん。箸の持ち方もなんか書かれてる気がすんな。昔に。じゃあな、俺箸、正しい箸の持ち方講座っていう動画だとしたらね、それは突っ込まれる権利あると思うよ。うん、間違ってんだから。俺は正しい箸の持ち方こうですなって一言も言ってないし、
あ、俺の綺麗な箸の持ち方見てくださいって言ってないわけ。で、動画のタイトルだ、サムネだ、本文にも、そこを売りには一切してないし、あくまで単純に俺は食べてるだけなのに、箸の持ち方が、とか。なんなん？いや、マジ、本当に。俺もうマジ、気持ち悪いと思う。そういうコメントって。あのね、クソコメの中でも、基本的に腹立つやつばっかなわけよ。で、要は攻撃的に腹立つっていうのがほとんどなのね。うん、過去に、多分俺がこうやってクソコメで文句言ってる動画って大体攻撃的なやつだから、そういう、まあそういうのは、そういうのは腹立つし、でも、あ、なんだろうな、表現が悪いっていうのが一番多いんだよね、なんとなく。そう。例えばいきなり、お前とかさ、ね、その顔も名前もわかんねえやつにいきなりお前つって、なんかもうほんと、命令口調で書いてくるみたいなクソコメはいっぱいあるんだけど、で、それに対しては腹立つだけなんだよね。でも今回のに関しては腹立つ上に気持ち悪い。人の食べ方とかマナーとかさ、お前何様なんだよって話じゃん。あ、ほんと気持ち悪い。いや、もうほんと一番思ったら気持ち悪い。腹立つっていうよりいつも腹立つのよ、クソコメもらった時は。あのね、今回はね、気持ち悪いと思った。もう人の食べ方とか何マナーとかにいちいち言ってくるやつって気持ち悪いね。そのお前の狭い世界観のことをさ、ね、さっきも言ったように心で思う分にはいいよ。心で、うわ、食べ方汚いなぁ、箸の持ち方悪いなぁとか思うのはいいよ。それに済ましときいいじゃん。それを、食べ方がーってコメント、てんてんてん、みたいな絵文字書く、その心理、あ、それをコメントしてくる心理。もうさっぱり意味がわかんない。もう、きっしょい。もう本当にこれ、今日これ言葉連呼してきて、きっしょいよ。ほんと思うわ。いや、だからね、もうちょっと今回は、きっしょい、クソコメだったね。あ、マジでそういうの書いてこないで。あのね、俺別にマナー講師でも何でもないし、食べ方綺麗だから見てくださいって言ってる動画もないしね。うん、俺が食べてるのがなんか面白くなってエンタメになってはいいし、その食い物自体が面白いと思っ、あ、面白いじゃねえや。うまそうだと思えればそれでいいから、俺の食べ方どうでもいいのよ。うん、で、まあ、俺の食べ方汚くて、うまそうに見えないっつんだったら、それはそれでしょうがないからね。そうだと俺は残念だから、食い方変える気もないし。で、そこが俺は悪いと思ってないから、別に食い方綺麗だとも思ってないけど、悪いとも思ってないから。そう。汚いから悪いとは思わないからね、俺だって。うん。しかも、お前に見せるために食ってるわけじゃねえし。その、食べ方がっていうお前には見てほしくないんで、あの、コメント書く前にもう動画落としてもらっていいんで。あ、頼むからコメント書かないで。こっちも消す作業がもう腹立ってしょうがないんで。あ、もうほんとね、そういうさ、では、心の声が漏れてるみたいな。で、多分そういうやつ悪気なかったみたいなこと言うんだろうね。もうね、悪気の塊だよな。もう心ながら留めておけねえんだもん。もう書っちゃうんだもん。意味がわかんねえ。留めておけよ。クソコメ書くなよ、お前。このボゲ。以上。はい、ごめんなさい。というわけでね、今日はね、久々にクソコメにブチ切れさせていただきました。はい。関係ない皆さんごめんなさい。はい。あのね、人の食べ方とかマナーとかいちいち指摘しない方がいいっすよ。嫌われますよ。別に、あの、対動画に対してじゃなくて、自分の周りにもね、あの、本当に気つけた方がいいっすよ。少なくとも、きしょいっす。コメントで書いてくるやつはきしょいなって思いました。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、このデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。Thank you.